こんにちは、矢島です。今回の動画では住宅ローン控除について解説をしていきたいと思います。住宅ローン控除というのはですね、住宅を購入する際にほとんどの方が住宅ローンを使われると思います。で、その年末のですね、借入残高によって、支払った税金が戻ってくるという制度になります。で、住宅ローン控除を使うにはですね、物件によって利用できるかどうかというのが決まってきます。ちなみにですね、どれぐらい税金が戻ってくるかはシミュレーションできるサイトがあるので、そちらは概要欄の方に貼っておきます。で、住宅ローン控除が使える物件なんですけども、木造の場合、築年数が20年以内、RC 造、鉄筋コンクリートのマンションとかですね、の場合は築25年以内という基準があります。なので、築年数が古い物件は住宅ローン控除が利用することができません。ただですね、ある一定の手続きをすれば、住宅ローン控除を利用することが可能になります。住宅ローン控除が受けれるようになる手続きというのは大きく分けると2つになります。1つ目が貸保険に加入している住宅というものになります。貸保険というのはですね、売り主さん側で入っていただく、建物に何か、問題があった時に保険で修理をするということができる保険になるんですけども、加入の際には診断を受ける必要があります。診断の結果によってはですね、必要な部分の修繕等が必要にはなるんですけども、そういった修繕をすればですね、保険に入ることができて、住宅ローン控除を受けることが可能になります。ただし、個人が売り主の場合は、加入してないことがほとんどです。私もですね、今まで取引をしてきた中で、個人の方で貸保険に加入しているよといった売り主さんは、今まで一人もいないです。なので、正直ちょっと現実的ではないのかなというのが本音です。続いてはですね、耐震基準適合証明書の交付を受けた住宅となります。こちらはですね、建築士や、専門の検査機関などから耐震基準適合証明書というものを発行してもらいます。で、それをすればですね、住宅ローン控除が受けることが可能になります。私もですね、ここ最近だけでも、昭和58年とか昭和63年とか、築30年ぐらい経ってるマンションですね。で、こちらのですね、耐震基準の適合証明書というものを発行してもらって、実際に住宅ローン控除を受けたというお客さんがいらっしゃいます。で、手続きとしてはですね、不動産業者さんとかに頼んでですね、耐震基準の適合証明書を取りたいですと。であとは建築士の方にですね、依頼をするというのが一般的な流れかなと思います。で、建築士さんにはですね、耐震基準適合証明書を発行する際に手数料がどうしてもかかってはしまいますけども、高くても10万円ぐらいかなと思います。なので、先ほどの概要欄に貼ってあるシミュレーションしていただくといいんですけども、ほとんどの方がですね、10万円以上は、住宅ローン控除で戻ってくるが多いので、築年数がちょっと古いから住宅ローン控除が受けれないなと思っている方もですね、一度ですね、発行できるかどうかというものを試していただくといいと思います。新耐震基準の中古マンションであればほぼほぼ取得することが可能です。なので、例えば昭和の60年とか63年、あとは平成入った建物ですねであれば、私は今まで取れなかったということは一度もないです。戸建ての場合はですね、耐震の改修工事などが必要な場合も出てきますので、その場合はですね、売り主さんとちょっと話をして、こういうふうに工事をしたいから価格をちょっと下げてくださいとかっていうのも一つの方法なのかなと思います。短いですけど今回の動画は以上となります。どうもありがとうございました。